じゃあみんなホットのあの面白い話してる最近の、あツイッター見た人いるかな、ホットのさなんかツイート今ちょっと多分画像ぴょって載ってると思うんだけど、なんかチーターに向けて親愛なるなんかスコットプレイヤーへみたいな声明文みたいなの出してて、まあなんか端的に言うと、まあお前らチーター今まで散々生きてくれてたけど思う無理だからもう覚悟しとけやマジみたいな、なんかマジでなんかすげえ挑戦的な文章、まあ、チーター煽りまくってるような文章をなんか声明として発表したのね。でなんか日本語訳でもわざわざ発表の訳されてて、なんかすげえみたいな、コットチーターに対してもうついにやっとかみたいな、なんかまあ COD って言ったらチーターの温床みたいなねイメージみんな多分あると思うんだけど、なんかチーターすぎてゲームできませんの代表ゲームで言えばまあ COD APEX みたいなところが多分みんなあると思うんだけど、なんかそういうなんかイメージ多分ある中でなんかそういうのは出して、でまあバンガードに向けて結構なんかみんな期待してたと思うんだよね。まあバンガード自体の期待値は低いけど、まあ COD でなんかそれがなくなるっていうのはすごいいいことだよねみたいな感じで言われてたんだけど、でなんでこんな声明をわざわざ出したかっていうと、アクティビジョンがリコシェっていう新しいチートツールを開発したんですよ。リコシェアンチチートっていう、これがなんかすげえ優秀なアンチチートソフトで、ちょっと俺らこの専門的なことは分かんないんだけど、まあ簡単に言うと今までのシステムよりもよりなんか OS に近いところにあるシステムだから、なんかその裏で動いてるソフトウェアとかに対してもっと堅牢というか優先度が高く、チートツールよりもなんかより権限の大きなところに設定されてるソフトだから、まあだからすげえ安全みたいな、そういう話なんだよね。それを使うからまあ安全だぜみたいな超ガチ切りしてたんだけど、チートの掲示板みたいな、チーターが集まる掲示板みたいなのが海外にあるんですよ。めっちゃ端的に言うと、まあ、チート関連のなんかスパフォーラムなんかまあ2ちゃんみたいなノリのやつがあって、そこに10月の15日かなデータが上がったんですよ、あるデータが。でそのデータっていうのがリコシェの解析ファイルみたいな、でもこのリコシェってこのファイルを見れたらリコシェって中身ってこういうもんですよみたいなデータがアップロードされて漏洩しちゃったらしいんですよ、アクティビジョンから。アンチチートツールって、なんていうのか、中身が分かんないから、結構大変なわけですよね。要は、その、どういう仕組みで、チートをこう解析して、バーンしてるかっていうのが分かんないから、すげえ大変なのに、全部完全にさ、把握されちゃったわけよ。リコシェのチートのツールのなんかそのデータを見られるっていうのも、実質的に、もう、突破されちゃう心配がすげえ、めっちゃ上がったみたいな。レインボーシックシージって今から攻めるって言って CAG の相手の配置完全に把握したみたいな、そんな感じなんだよ。だからもうだいぶやばいのよ漏洩って。であのこれね一番面白いところが、まあそのデータ出された時点で結構もうアンチチートツールとしてのなんか役割というか品質がだいぶ下がると思うんだけど、あの一番面白いのがこれね、15日にさっき出たって言ってたじゃん、あのアクティビジョン発表したの14日なんだよね。あのめちゃくちゃイキリ声明出してさ、次の日にデータ流出するっていう、あ内部犯なのかな、よくわかんないけど、いやもうなんかネタに特化しすぎてて、ちょっとなんかさすがに面白かったよね。前回データ流出してなんかチーターが大変なことになった事象で言ったら EA かな、まああれはちょっと局所的に関係あったか微妙なんだけど、まあ EA のなんかゲームデータが流出とかってのがあったけど、今回はちょっとねあの COD アクティビジョンが流出しちゃったから、まあバンガードは多分おそらくすでにアンチチート対策が行われてる状態になると思うから、まあ結構チートだらけの真っ黒になりそうな可能性が高まってきて、結構みんな不安だよねっていう状況らしいです。いやちょっとさすがに即落ち煮込ますぎて面白いよ。たまにこういう時期あるけど海外とかであんま見なかったから、だからゲーム会社であんま見なかったからちょっと面白かった。もう2人やったよん。あ、いた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 、 HP はやばいわ。反対ハイド…反対じゃないよ、ビリヤードでハイドしてた。ビリヤードハイドした、了解。はい、今トイレいますね。オッケー、あ、出た、トイレからメインカー行った。よいしょ、上がっちゃう。よし、トイレからメインカー行った。下がってったってことかな。いや、わかんないです、カメラ見えてないんで。オッケー、了解。バイクと2人かな。オッケー、ローではあります。洞窟行こうかな。洞窟来れるかな。無理か、スレッジ。あ、無理だな、それな。ちょっと行けないね。オッケー。あと今カプカン絶対バイクでつけた。オッケー、こっちのバリケード割れたりする。洞窟の無理か。オッケー、つけるよ。マネキンとセーブ、セーブ、セーブ。ごめんごめん
ほんとごめん、バカだった今。いや、バカだったわ、ごめんごめん。脳みそ足りんかった今、自分で。何してんだ今。申し訳ない。いやいや、ごめんごめんごめん。スベープさんは何されてる方なんですか。は、学生ですね。普通に大学で勉強してる、うん、生意気な大学生です。いや、生意気じゃないと思うけど。何の勉強してんの。あんまり周りでは聞かない観光学っていうのをやってまして。あー、なんかそれ聞いたことあるぞ、観光学って。それ周りから聞くと全然わからないっていうのが多くて、うん、そうだよね。それ結構ニッチっていうか、結構マニアックな学部だから、割とそもそもなんか学校、え、それどこの学校？地域的には関東ですね、うん、はい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 、そうだよね。俺なんかそれ、その学校知ってるわ、多分。はい、違います。でそこのね、多分卒業生俺は知ってる。え、卒業生？うん、いや、なんか俺の知り合いにその環境学学んでるって言って、環境学ってなんだよって、そいつになんかひとしきり聞いたことがあって。環境学だよね。今日っすね。今日だよね、そうだよね。それ知ってるわ。大学行けてる？あれじゃん、結構今ご時世的に学校行けないじゃん、大学に。そうっすね、オンラインですね、やっぱほとんどが。え、何年生の時にそれになったの、そのオンラインになったの。オンラインになったのは大学受験の時なんで。え、じゃあもうほぼ、え、だって大学に友達っている。でも一応いるはいますね。あ、いや、なんかそんな、なんかサークルでみんなで友達と一緒にご飯行ったりとか、あのどっか海行ったりとかっていう経験はなく。いや、まあ、一応最低限はあるんですね。ご飯ぐらいはあるんですけど。はい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 。まあけど、そのがっつり遊ぶタイミングがなかったよね、多分ね。そうですね、なんかどっか車でどっか行ったりとかはないです。さて、悲しすぎんか。なんかマジか、本当に大学生なのかなってたまに思います。そうだよね、なんかめちゃくちゃ真面目に勉強している人だよね、今のところ。そうですね。マジか、あ、そうなんだ。入学式とかも2年生の方、うん、と合同みたいな感じだったんで。なるほどね。つまらん。合同か、しかも。やだね、それ。2年生と合同、入学式。入学式。きつっ。悲しい。そんな感じなんだね、今の大学生って。俺らの時から考えられんもんな。上いるね、上いるよ、キャットさん、これ。あとこの真上だよ。この真上いるよ、多分。いや、別に行けって言ってるわけじゃないからね。別に、別に、そのいや、別に行けって言ってるわけじゃない、別に。やめてよ、そんな。俺がそんなみんなを餌にして動画を撮ろうとしてるわけないじゃん。いや、動画に、ガッとも上がってんじゃん。やめてよ。に出したって。どこ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 。あれ、いない、どこどこどこ。上る。上っすね。上のどっか。これ二人で出たら、なんか、なんとかないっすだけど。そう、出してくれない。二人で、なんかさ、二人の反射神経を持ってすれば。相手はいきなり二人同時に倒すことはできないからね。ああ、左は。やばい。ガチガチ、ガチガチガチ。頭いいな。二人で行けばいけんじゃない。なるほど。2人で行けば多分いけんじゃない。え、これは行くしかない。行けると思う、行けると思う、行けると思うよ。あーやばい。あー負けた。ちゃんと知る。くしてたなー。